SKE48 須田あかり30が30日、名古屋市内で行われた劇場公演でグループ卒業を発表。13年に及ぶアイドル生活にピリオドを打つ。ステージで、テレビのバラエティ番組で見せる満面の笑みがチャームポイント。しかし、その裏には、数えきれない涙の歴史があった。反面、涙を原動力にして這い上がってきたのも事実だった。その一つが、ファンとの握手会での交流を事細かくまとめた、通称、ダスノート。抜群の記憶力で、ファン本人すら覚えていないことを話すこともあったという。後に、握手会の女王、と言われるようになったのは、必然の結果だった。スピーカー事件も、泣きながらスピーカーにかじりつき、頭ではなく体にリズムを染み込ませていたという。転んでもただでは起きない執念だ。総合プロデューサーの秋元康は、夢を追いかけるアイドルたちによく、こう説いていた、夢は全力で伸ばした手の1センチ先にある。限界を超えなければ、目指すものは手に入らない。須田の手にしたいものは、1センチよりもはるかはるか先にあった。それでも、焦ることなく、コツコツと日頃の努力を積み重ねた。中国語にギターと、時間はかかっても、それなりに形にした。ギターはソロライブを開催するほどの腕前になった。アイドル人生で目標にしていたことが2つあるという写真集を出したいんです。あと、映画にも出たい。アイドルのうちにやっておきたいんです。まだまだ人気メンバーに駆け上がる途上のこと、無謀とも思ったが、写真集は18年に発売。昨年は麻雀を題材にした映画、うち姫おバカミーコに出演した。しかも主演という、思っても見ないおまけ付き。おととしは、そういうとこあるよね、で、シングル曲では初のセンターに立った。一番になる目標も、実現してみせた。